シャープシャープ製のスマートフォン SH-03C ドコモスマートフォンリンクス3 d s h 0 3 c はシャープによって開発された NTT ドコモの第3世代移動通信システム端末であるドコモスマートフォンシリーズの一つ2010年7月に発売されたリンクスに続きシャープが提供する Android OS 搭載のスマートフォン sh-10b に引き続き、ワンセグ、赤外線通信、バーコードリーダー、名刺リーダーといった、従来の日本のフィーチャーフォン的な機能が搭載されているほか、本端末からはお財布携帯機能も搭載されている。またもう一つの特徴として、モバイル 3DA 機械が搭載されており、専用メガネなしに、3D 映像を見ることができる。 またカメラも 3D 撮影も可能な日本製の携帯電話と同様高機能なものが採用されている。OS は Android 2.1を搭載している。2011年6月以降は Android 2.2へのアップデートが可能となった。当初は同年春としていたが大幅に遅れた。通信機能はフォーマーハイスピードに対応し、下り最大 7.2Mbps。 上り最大 5.7Mbps に対応している。他、Wi-Fi を使った通信も可能。またワールドウィングに対応し 3G 対応の国では国際ローミングが利用可能である。筐体はクリスタル調のガラスパネルを搭載したフルタッチストレート型となっており、キー入力はソフトキーボードを利用する。タッチパネルは静電式でフルタッチパネルに対応している。 また、モーションセンサー、地軸センサーに対応し、直感的な操作に対応している。覗き見を防止できる、カラーベールビュー機能や、インクリメンタルサーチに対応している。情報家電との連携機能である、DLNA サーバーも、リンクスと同様搭載されており、Blu-ray ディスクレコーダー連携機能なども、搭載されている。NTT ドコモが提供する。 初のお財布携帯搭載のスマートフォンとなる。NTT ドコモでは本端末の発売に合わせ、2010年12月から1月に、かけ、エディ、モバイルスイカ、ID、クイスペ、ワオン、ナナコ、マクドナルド特するアプリ、ヨドバシゴールドポイントカード、ビッグポイントカード、ジャル IC サービス。 ANAIC サービスといった主要、お財布携帯対応プラットフォームに対応させるとしている。そのため、蒸気サービスを利用している場合、サービスが提供されれば、現在の i モード機などからお財布機能を移植させることが可能となる。IC 通信に対応しているため、赤外線だけでなく IC 通信で、 アドレス帳等のデータのやり取りを i モード端末と行うことができる。また、トルカにも対応。トルカ機能はフェリカだけでなく、ウェブからも取得が可能である。SH-03C の裏面には、カメラ、赤外線、ポート、ドコモスマートフォン発のフェリカがある。液晶には、専用メガネなし 3D 画像を表示できる、モバイル 3D 液晶を搭載している。 右目には、右目用の映像を、左目には、左目用の映像を見せることにより、立体的な画像を表示させることが可能である。カメラには、3D 撮影機能が搭載されており、撮った写真をそのまま立体表示することが可能となる。また、3D 映像は本端末で撮影したものだけでなく、ダ 3D 対応カメラで撮影したものやワンセグでも、 表示させることが可能である。2D 表示と 3D 表示はワンタッチで切り替えることができる。このモバイル 3D 液晶は後継機種のアクオスフォーン SH-12C に引き継がれた。また本端末にはその 3D 液晶を活かした 3D 対応アプリケーションが複数プリインストールされている。 sp モードに対応しているため、docom.ne.jp の i モードメールが利用可能となる。そのため、i モード端末から本位端末に機種変更を行った場合、メールアドレスは引き継ぐことが可能となる。またこの sp モードメールは、絵文字やデコメ文字、プッシュ着信にも対応する。詳細は、sp モード参照 Android OS のコア機能である。 gmail が利用できる。また、Android 2.1の特徴として、gmail アカウントを複数設定することが可能となる。また gmail も sp モードメールと同様にプッシュ型で着信することが可能となる。その他ポップ、imap 対応のメーラーが搭載され、パソコンと同様に、プロバイダメールの送受信も可能となる。ブラウザでは、 フラッシュライト4.0が搭載されており、PC のブラウザとほぼ同等のフラッシュのサイトを閲覧することが可能となっている。また、HTML5 にも対応している。また2011年6月7日より提供が開始された Android OS 2.2にアップデートすることで、Adobe Flash Player 10.1に対応し、さらに多くのフラッシュのサイトの利用が可能となる。 カメラは960万画素 CCD カメラを採用。画像処理エンジンではプリビックスを採用し動いているものや暗所での撮影にも対応している。また、顔検出機能や動く被写体を自動追尾するチェースフォーカス機能、手ブレ補正機能、さらに被写体に合わせて最適なモードで撮影するためのシーン自動認識機能が搭載されている。 また 3D 撮影機能を搭載している。シャッターを押し左目用の画像を撮影し、次にカメラを右に動かし右目用の画像を撮影、合成をかけることにより、3D の写真撮影が可能である。動画撮影機能では高画質 HD 動画撮影に対応している。2011年6月7日より、Android OS 2.2への OS アップデートが開始された。 バージョンアップにはインターネット接続が可能のパソコンと SH-03C を接続し PC にバージョンアップツールをインストールし実行する Android 2.2によって主に以下の機能がバージョンアップされる2011年10月5日緊急地震速報等への対応させるためのバージョンアップが実施された本アップデートは OS を アンドロイド2.2にアップデートしている必要があり、OS がアップデート済みであれば、パケット通信でのアップデートが可能となる。また、エリアメールの他に、3D 対応の YouTube の動画も、3D で再生できる機能とスクリーンショット機能も追加される。 NTT ドコモ報道発表資料リンクス 3DSH-03C のバージョンアップ情報お客様サポート NTT ドコモリンクス 3DSH-03C のバージョンアップ情報 ABCDEFGH リンクス 3DSH-03C の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモ白色のフォーマーカードでは発生しない 緊急通報用電話番号の前に184や186のプレフィックスを付加して緊急通報法電話番号へ発信することにより正常に発信可能となる。l y n x 3 d s h 0 3 c バージョンアップ詳細 OS バージョンアップを実施することで改善される。機能やアプリケーションが バージョンアップ SH-03C Android 2.2対応メジャーアップデートシャープホームページ機能バージョンアップを実施することで改善される。ありがとうございます。